はい、皆さんこんにちは、ザツコです。さて、考古学的にもまだまだ謎の多い古代エジプトですが、その中でもスフィンクスに関しては一体いつ建造されたのかという議論がたびたび起こっているみたいなんですね。さらに、そのスフィンクスが伝説の地下迷宮についての重要な鍵を握っているとして注目されているといいます。一体どういうことなんですかね。早速見ていきたいと思います。一般にギザの大スフィンクスは紀元前2686年から紀元前2185年頃のエジプト古王国時代、カフラー王により建設されたと言われています。ですが、この常識を覆す説がいくつも存在しているのだそうです。1857年、フランスのエジプト考古学者オギュスト・マリエットが紀元前678年から525年に書かれたとされるインベントリステラを発掘し、そこには神をかたどった22の彫像を保有していたイシス神殿やスフィンクスがクフ王より以前に存在していたと書かれていたといいます。先述した通り、歴史的な通説ではスフィンクスを建造したのはカフラー王だとされていますが、カフラー王はクフ王の後に存在した王であると言われています。では一体いつ誰がスフィンクスを建造したのでしょうか。これに対してウクライナの研究者たちは2008年に国際会議で発表した論文で、スフィンクスの建造年代は80万年前だという、ある意味ぶっ飛んだ説を提唱しています。これは科学的な分析によって導き出されたと言われていて、その理由がスフィンクス本体や周囲の囲いに水による浸食痕があることだといいます。研究者たちがギザ大地の地質資料を操作したところ、先進性頃にナイル川流域に流入した海水が徐々に道地を浸水していき、およそ80万年前の後進性カラブリアン期にはスフィンクスの最も高い位置にある浸食付近まで海水が上昇していたことが分かったそうです。これを根拠に、風や雨ではなく波が直接スフィンクスを浸食していったのではないかと結論付けています。ですが、この説には一つ大きな謎があり、80万年前では文明どころか原生人類も存在していません。この時代に存在したのは直立二足歩行をし始めたばかりの原人だったそうです。このことから宇宙人によって作られたのではないかと議論を呼びました。ことピラミッドに関しても1万2500年前に何者かによって作られたという説を唱える研究者は世界中に存在していて、古代エジプト文明に宇宙人が介入していたと裏付けるようなものも見つかっているそうですね。さらに、有名霊能力者エドガー・ケーシーでさえもスフィンクスの建造年代を紀元前1万500年としており、建造したのは古代アトランティス人だと語っていたといいます。なかなかぶっ飛んだ説に聞こえますよね。ですが、コンピューターシミュレーションによって建造年代を割り出した英作家グラハム・ハンコック氏も1万500年前の春分の日に獅子座の位置がちょうどスフィンクスの目線の先に出ることを突き止めていて、あながち的外れとも言い切れないそうです。またスフィンクスの存在意義についてもいろいろな説があり、実態がつかめない状況なんだそうです。古いものでは、紀元1世紀の博物学者ガイウス・プリニウス・セクンドゥスが博物誌でスフィンクスについて言及していて、古代エジプト人らはスフィンクスを神として崇めていたと書き記していたり、米作家ロバート・テンプルはスフィンクスはジャッカルの頭を持つ冥界の神アヌビスを模したものであり、アメン・エム派と2世に似せて作られたものではないかという推測を立てていたりしますが、どれもスフィンクスの謎を解明する決定打には至っていないそうです。中には古代エジプト神話に出てくる冥界の神オシリスの墓ではないかとする説もあるそうです。実際、日本の吉村作治教授が率いる早稲田大学の研究チームが80年代にスフィンクスを電磁検査したところ、地下に 2.5 から3メートルほどの空間、両手の前に1から2メートルほどの空間があることや、スフィンクスの南面と北面の地下にトンネルらしきものの痕跡を発見しているといいます。
このことから見ても、少なくともスフィンクスは単なる彫像ではないと考える学者は多いようです。伝説のラビリーズ。以前から多くの研究者はエジプトのどこかに地下迷宮が眠っていると考えています。その根拠は、紀元前5世紀のギリシャの歴史家ヘロドトス、紀元前1世紀のギリシャの地理学者、歴史家、哲学者ストラボン、1世紀の博物学者、政治家ガイウス・プリニウス・セクンドゥスらによってたびたび言及されてきたからであると言われています。古代ギリシャ人がラビリンスと呼んでいたその地下迷宮には、それを建設した12人の王たちと神聖なワニたちの集合墓地の他に、寺院や秘密の部屋、通路があり、実際にヘロドトスが訪問した時には建設されてから1300年が経過していたといいます。場所はカイロの南約90キロのハワーラにあったとされています。そしてヘロドトスの著書歴史には次のように記述されています。ラビリンスには屋根のある中庭が12あり、6つは北向きに、6つは南向きに一列に並んでいて、それぞれの門は互いに正確に向き合っていた。内部は2階層となっていて、3000の部屋があり、半分は地下に、残りの半分は地上にあった。私は上層階の部屋に通されたので、それらに対する言及は私自身の観察に基づいている。ただし、地下の部屋について言えることは限られている。というのも、それらにはラビリンスを建造した王たちや神聖なワニたちの墓も含まれており、担当のエジプト人たちは私にそれらを見せなかったからである。一方、上層の部屋に関しては私は実際に目にしたが、それらは人の手によって作られたものだとは到底信じがたいものであった。私たちは中庭から部屋へ、部屋から回廊へ、回廊からさらなる部屋へ、そしてそこからさらなる回廊へと抜けていったが、部屋と部屋、中庭と中庭を結ぶ当惑させるような入り組んだ通路に対して、私はずっと驚きっぱなしであった。各部屋、中庭、回廊の天井は壁同様に石でできていた。壁には彫刻が施されていた。それぞれの中庭はとても美しい白い大理石で作られていて、列柱で囲まれていた。では、この地下迷宮は具体的にハワーラのどこにあったのでしょうか。ヘロドトスはラビリンスの角にピラミッドがあったと記しているそうです。そのピラミッドとは、古代エジプト第12王朝の第6代ファラオのアメーエムハト3世が作ったとされるハワーラピラミッドです。1888年、イギリスのエジプト学者フリンダース・ピートリーは、地下迷宮だと思われている構造物の基礎が残されていたことを発見しました。そのサイズはおよそ 304×244m という巨大なものだったそうです。それから発掘調査はなかなか進まず、2008年になり、そのエリアの地下をベルギーとエジプトの研究者からなるマタハ遠征隊がスキャンニング探査を行ったそうです。すると、ハワーラピラミッドの南側の地下数メートルより深いところで、平均数メートル厚の垂直な壁がたくさんの密室を形成するように連結していたのが発見されたそうです。これにより、全体のサイズと形状に関しては、さらなる調査が必要となりましたが、実際に大規模な地下迷宮が今なお地下に存在している可能性が高いと結論付けられました。この発見は科学誌などに掲載され、ベルギーのゲント大学では調査結果を報告する公開講演が行われたそうです。ですが、そのニュースはなぜか世界中には配信されずに終わってしまったといいます。それはエジプト文化省の考古再考評議会が国家安全保障上の対応としてその結果公表を差し控えるよう研究チームに求めてきたからだそうです。研究チームは評議会に辛抱強く発見の公表許可を求め続けたそうですが、それが実現することはなかったそうです。またそれ以後、ラビリンスに関する追加調査も許可されていないといいます。エジプト当局は誰も知らない秘密を隠し持っていて、地下迷宮の発見がそれとつながることを恐れていたのではないかと噂されています。
スフィンクスの地下に存在する空間。ギザの大スフィンクスは石のブロックを積み上げて形成されている部分もありますが、基本自然の起伏を利用して石灰岩の一枚岩を削って作られているとされています。ですがなぜか頭部だけは色味も材質も異なることが確認されていて、後から据え付けられたと考えられているそうです。実際胴体の方が風化による損傷が激しい一方、頭部は比較的保存状態が良く、硬く丈夫な石灰岩からなると思われていますが、未知の素材から作られているのではないかという説もあります。頭部と胴体のバランスが不釣り合いであることから、かつて存在した頭部が削られて異なるものに変えられた可能性があるのだといいます。そしてそんな謎めいたスフィンクスの内部や地下には秘密の空間があるのではないかと多くの研究者たちによって指摘されているそうです。実際スフィンクスの前足前方の地下には空洞が存在しているということが調査によって判明しているといいます。そして近年では秘密の地下空間はもっと深いところで大規模に広がっていて、地下迷宮を超える地下施設が都市のように存在しているのではないかと注目されつつあるそうです。その可能性を示唆しているのが歴史家のマルコム・ハットン氏とゲリー・キャノン氏。二人はスフィンクスの頭頂部には穴が開いており、現在では大きな楕円形の金属板で塞がれていると主張しています。また腰に近い背中の部分にもやや小さな四角い金属の蓋が存在していて、その下には垂直に縦鋼が伸びており、途中から斜め下向きに鋼道が続いていると考えられています。またスフィンクスの尾の近くにも穴があり、そこからも内部へと入り込めるようになっているそうです。このような情報はかつてテレビの取材に答える形で内部の情報を映像とともにいくつか明らかにされていたそうです。ですがここ数十年ほどはスフィンクスの地下にトンネルなどの地下空間は存在しないと繰り返し否定されているといいます。明らかにある時期からそれは秘密にされ、情報公開が制限されるようになったそうです。なぜでしょうか。ここから少々都市伝説的な解釈を含みますが、1990年代にスフィンクスの地下トンネルの発掘調査が進み、その結果何か大きな発見がなされたのではないかと推測されています。例えばこれまでエジプト人考古学者たちが信じてきた歴史、宗教、世界観などを大きく覆すようなものが地下施設内で発見されていたとしたら、特に宗教においては今まで神と崇めていた存在が別の何者かだったと分かってしまうようなものが発見されていたとしたら、世界的に混乱が起きてしまうのも容易に想像がついてしまいますよね。ここまでは考えすぎかもしれませんが、事実古代エジプト文明の謎を紐解く学問的な進展の鍵はエジプト当局によって一部封印されてしまっています。一体そこにはどんな真実が隠されているのでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録などしていただけると幸いです。また見てね。